アナベル、アトウという雰囲気と声だけで大物感出してるキャラに対するみんなの反応をまとめてみた。いろいろ言われることもあるけど、なんだかんだ結構好き。裏気に君も将校だろう。ダタの兵でないのなら対極的に物を見ろと言っているけど、テロリストの考えなんてわからねえのだ。こいつ自身が将校に利用されてるだけのただの兵隊っていう。言ってることは裏気も素直に返事しちゃうくらいにはいいことなんだけどな。ドズルの部下からデラーズ落ちするばかりか、テロリストにまで落ちたお前が言うな。連邦士官学校の教科書に名前が載るって何やったのこの人ってなる。絶対戦で活躍した。試作型ビームライフルで大立ち回りしてた気がする。ことぶつかさの書いた短編だと、試作品のゲルググでソロモンからの撤退戦にて連邦艦隊の足止めを行った。ホワイトベース隊とも接敵しつつ、複数のサラミストを沈めたり。君も将校だろう。ダタの兵でないのなら対極的に物を見ろ。自称自分がテロリストやってる自覚のあるガトーの更新への助言だったらまた違う印象だったんだが。貫禄の塊だけど25歳の若造なので、無駄に有能な上司に乗せられたらテンションの赴くままに行動しても仕方ないのだ。ただ実力は疑いようなく本物すぎる。敵の艦隊に短期で突っ込んでズドーンってやってきてとお願いされてできちゃうの怖すぎるだろ。こいつほど評価が一変したのは、種の順将と総裁夫婦くらいだと思う。前者はリアルの情勢によって悪い方に評価が一変して、後者は種自由公開でそのおいたわしいやり方が広まって同情的に言い方に。偉そうなこと言ってるけど、テロリストが何かこざいてやがるって印象しかない。かっこよさでごまかしてるってすごい的確な指摘。でも実際問題性のクズがきっかけでキターンズによる弾圧、それに反発するエウーゴが生まれたから、デラーズの目論みは成功したよね。そのエウーゴがネオ、ジオンにとどめさして台無しなだけで、リベリオンで追いたわしさが増した男。でもラスト2校に腹打たれてコックピットで泣く生身での戦いで死ぬとは、だが貴様にならいいかと。悟る潔いとこは好き。その後ニナが出てきて何を言い出すんだこいつ、って動揺する情けないとこはもっと好き。結局対局より私上優先してしまった人たちだからな。それはアルビオン隊にも刺さるからやめるんだ。デラーズに拾われなかったらジオン共和国の守護神でもやっていたのかねえ。ザビ家の大恩を忘れて連邦に尻尾を振り折って、じゃねえかな。国家の対局考えたらそれこそミネバ以外全滅したザビ家の価値なんてもはやないので、全部罪押し付けてクリーンなジオン共和国として再出発するのは完璧な回答という。ミネバの親衛隊あたりに収まってそう。思想以外は全部かっこいいんだよね。中の人がお父さんのこの人も見直されると無能とまでいかないけど、処刑されるくらいにはやらかしひでえなっていう意見ばかりになってたよな。シナクス艦長らがバスクから追撃は無用と命令されたのに無視して味方であるシーマ艦隊とも交戦したのは何が理由なんだろうな。今までの連邦の不甲斐なさから信用できないから。視聴者はバスクは後の時代でろくでもないことするから信用しちゃいけねえっていうのはわかるんだけど、あの時点だとそんなのなさそうだからちょっと困るんだよな。キターンズ結成宣言もデラーズともがいい感じに力ある奴ら死んだから後々で好き勝手言ったろくらいだし、よりにもよってデラーズについて言ってしまったのが不幸というかなんというか。でもデラーズについていかない場合だと間違いなく死ぬだろうしな。死んでた方が幸せだったかもしれないけど、どっちが気持ちよくいけるかと考えてカブロについて言った方がいいっていうだけやぞ。というか着艦してたのがグアデンじゃなくて他の艦艇だったらね。それこそヨーツンヘイムに着艦していたらそのままカスペン式下でオッポに貴様らは下がっていろと言いながら防衛戦闘して本国撤退してた可能性もある。リベリオン、あれは再解釈だから。海山兵回収して撤退してたデラーズのグア人に偶然拾われただけで、当人自体は補給もらったら出撃してそのまま死ぬ気だったしな。なんでザビ家をありがたがらなきゃいけないんだ、それがよくわからない。ザビ家は偉大なるスペースノイド独立運動の指導者やぞ。連邦に従うスペースノイドどもの安寧よりよっぽどついていく意味がある。パーソナルカラーのリックドムがミリタリーテイストな色使いで好き。発言に反して対極的に物事を見ることができないのを禁だけど、忠説を尽くす裏表のない武人軍人なので、セイラかミネバの護衛やっているのが一番良かったと思う。ハゲとの組み合わせはもろともさっさと兵士すればいいのにと思うけど、ガトー個人としては嫌いじゃないキャラ。ことごとく敵に裏を取られて作戦という作戦は全部阻止できないし、最終的には味方の作戦もお気持ちだけで勝手に切れて、ガンダムをむしろ強奪し出すという味方サイドまとめるとすごいな。この人いなかったらデラーズフリートどうなっただろう。 GP に奪えなくて大したことできない。実際全部ガトー頼みだから、長藤がいたからこそ大成功しちゃったし、ガトーいないならいないなりに作戦考えるだろう。本編のガトーが全部やってくれましたなところ思うと途中で失敗しそうだけど、ガトーも必要だが、いないと困るのはアナハイムと城下町のフォン、ブラウンとコネを構築しているシーマ様とシーマ艦隊なんだよな。シーマ艦隊いなきゃ戦力もガタ落ちだからな。そう思うとバスクのシーマ艦隊の取引は判断としては間違ってはいないんだよな。でもお気持ちだけでなんか身内が切れてくる。デモコロニーに毒ガスぶっ込む連中を信じて仲間に迎えるにしても、安月給でこき使うにしても、心情的に無理があるだろうとは思う。
パスクは他派閥だから、そこも加えて歩幅を合わせられないよ。ビーム兵器を失ったとはいえゲルググメインなのでザクエフにトリックドムにとドラッセメインのデラーズより揃っている。ガトーって思考が武士なんだよな。武士ガシ君が死んだのの仇討ちをしていると考えれば別におかしくもない行動だし、そこに独立運動ってきっちりした目的がついちゃうとそりゃ止まらんよね。ジオンに武人はいても軍人はいないと言われる理由だよね。でもこの人の主君ってドズルじゃね。アクシズ行くのが武士としては順当なのでは。違うよ、ドズルはあくまで宇宙攻撃軍の司令なだけ。武家で例えるなら主君がギレンでドズルは家老だ。竹中半兵衛の主君は織田信長なのかって話にならん。それは秀吉が半兵衛の俸禄出してるからだよ。ドズルが雇ってるわけじゃなくてあくまで雇用先はジオン公国でドズルは配属の指揮官。軍閥化しているジオン公国軍にそんな杓子定規の答え言ってもしょうがないだろ。まとか明らかにキシリアに忠誠誓ってるし。竹中半兵衛は秀吉につけられただから俸禄出してるのは信長。それをするということは何も考えていない子供を旗にして連邦と戦うルートなので鬼畜ではある。迷惑さはともかく大義のために戦った男が最後の最後で宿敵との決着をつけるという、私欲に走るのめっちゃ好き。私が出てる時のガトー好き、裏木相手とかケリーさん絡みとか。実際ガトーと裏木は上司部下の関係ならめちゃくちゃ相性良さそう。お互い素直で目が真面目だからすぐに仲良くなりそう。ガトーが育った当時のジオンで手に入る情報とか考えると連邦が諸悪の根源ってなっちゃうのも無理はないだろうしな。連邦に対して初めて現実的に独立ができると思わせてくれたリーダーなんだから心酔するのもしゃあない。正直言って尊敬してたドズルの意地のミネバがいるアクシズに行くべきだったのについていく人間を間違えた人。ずっとミネバのための私兵をやってくれるならいいが、どっかの段階で君側の感を排する覚悟せよハマーンにならないか。ハマーン思ってた以上にジオン内で嫌われてたというか、若造の女ごときがみたいな感情で見られてた節あるからな。誰かの部下として動くならともかく自発的にそれやれるような性格の男ならそもそもデラーズについていかないと思うわ。Z、ダブルゼータ時点のハマーン様なら正直そうなってもガトーの方に客観的な義があるような気も。ハマーン様もわりかし雰囲気と声で大物に見えるけど、な部類だしな。っていうか考えてみるとガンダムのライバルやボス、そんな感じのキャラ多い気がするな。それを理解して自ら道家として利用したのがシャーとかいう男。電車乗って市民と話してるシーン、あれになるんだよね。あの場面はどのボスもできない。宇宙世紀のボス特に初代、Z、ダブルゼータのは特にそう。ラカンのことは確実に嫌ってるだろうな。ぶっちゃけガトーが評価変わったなんて一部の声のでかい人たちが言ってるだけよ。架空のテロリストなんて別に現実がどうだろうが強くてかっこいいならそれで正義だから。中の人が一番なぜ人気なのかわからんって言ってるからな。別に声優が演じてるキャラの人気を分析できるわけじゃないし、漫画家だって本人がなぜ人気が出たのかわからんってキャラを生み出したりするし、見てる人に刺さる部分があればフィクションのキャラなんて簡単に人気が出るものだよ。漫画家はキャラを作って人気出たとしてもそういうものかってなるだけだけど、声優はそのキャラのいわば魂みたいなものなわけで感情乗せなきゃいかんからね。ジオンとキターンズは大体そんなもんではなかろうか。しゃあない、TTT 招待は全員極刑やな。なんでや、月面都市でジャンク屋にコロニー校舎の土方、病院に南京とよりどり緑やろ。人気投票であまり人気なかった議長。ぶっちゃけ声優の無駄遣いすぎると思った本編だけだといい悪いじゃなくよくわからんけどラスボスになった人だし。一騎当選のエース、ガトーやラリック、ドムに短期でジムの部隊を足止めできるこの人やらデラーズ、フリート兵の平均連動って凄まじいんだろうな。アムロ一年戦争時相手にベテランパイロット感出してる系のやつ見ると何を偉そうに、お前より S 戦はよっぽどベテランぞとか思ったりもする。本編で25歳で一年戦争当時21歳と思うとこんな若者に死に場所とか考えさせた大人たちが問題あるよなと思えてくる。理想に燃える大学生の青年が思想のアレな先輩たちに取り込まれたと考えると嫌な生々しさ出るのいいよね。よくない、一年戦争以降の動乱って連邦の宇宙移民の統治政策の失敗が招いた事態だからね。ブレックス准将の部下にいたら自身にとっても周りにとっても世界にとっても良かったと思う。准将暗殺後はあまりいい未来が想像できないけど、男らしい武人、クソテロリスト、若さゆえの視野狭窄をジジイに利用された哀れな愛国者、こんな感じの流れだわ。まあ全部正解ではあるよな。どういう視点から見てるかが違うだけで、良くも悪くも真面目ではあるからな。融通も効かないが、デラーズ紛争のせいでキターンズが発足してその犠牲になった人たちを見せられたらなんて答えるのかね。30番地の犠牲者や遺族相手に盾よ国民したら一周回って尊敬するが、テロリズムはもちろんだけど一週間戦争でのジオンのやらかしとか、厳密には核を使ったデラーズ側の方が南極条約違反とか、その辺の設定の理解が進んだことで冷静に考えたらデラーズフリートの大義ってろくに存在しないじゃんとなっちゃったのよね。マジでなんでカブロについてったんやろな。そりゃじきじきに止められたからだろ。死にに行くような出撃を止められ命預かるされたんだから、ガトーとしてはデラーズに道を示してもらうのが道理だから。主
君が議連かって言うと議連審判の様子もないんだよな。が東共和国に準じる気もないから国が主君ってわけではないだろうし、やっぱりドズルが主君じゃね。議連は主君の主君。ドズルが殿を果たして討ち死にしたからこそ、それに準じて死に場所を求めてた洗脳済みの若者が、それっぽい言葉に釣られて一番いい死に場所を見つけてしまったのが、本編潜伏生活の中で洗脳が解けてきたけど、それはそれとして仲間への義理とかをとても大事にしていて、それを大義に置き換えてなそうとしたけど、最後の最後にこうと戦いたくて英語をさらけ出してきたのがリベリオン。って印象。議連ではなくジオン公国とスペースの井戸の自治権獲得ってのに忠誠を誓ってる理想に準じてるというのが近いのかな。ドズルが主君ってのは違うんじゃないかな。相まで言うなら海事の自衛官が海事の自衛官対司令官に忠誠誓うようなものでしょ。最終的に俺の中では戦争で道を踏み外したかわいそうな若者ぐらいの印象になった。無人気質はドズル系の色ではある。昔はケリーさん赤腕なのに、それでも迎え入れようとする男の友情だと思ってた。今は友情あるならケリーさんをジャンク屋の親父としてほっといてやれよ。お前と違って世話焼いてくれる子もいるんだぞと思うあたりの本人は行きたがってたけど、まあキシリア直属で一緒に出撃するぐらいだったけど、ガトーはドズルと面識あったのかな。パーソナルカラー持ちでゲルググ回されるぐらいのソロモン勤務のパイロットがソロモン司令のドズルと面識がないのは考えにくいと思う。上に挙げたエピソードだと、ゲルググ授業した時にドズルからのビデオメッセージを受け取ったりはしてたな。ドズルが殿やったソロモンで生き延びじゃ、バワー、クーってのが結構影響大きそうだよね。だから今度は自分がドズルのようにって最初は死のうとしたし、星のクズ作戦も本懐遂げて味方がアクシズ行く時間を稼いだと。個人としては極悪人というわけではないけど、若さゆえに対極的な視点を持っていなかったことで、結果的に単なる無関係の弱い立場の人々に一番迷惑をかけたと考えると、宝石群みたいな生々しい。まあ、あだこうだとごたく並べて人を傷つけるのは活動、いやあるあるよね。思春期と成人後で視聴者の評価が大きく変わりがちな人じゃな。スペースの井戸の自治独立に忠義を立ててるのだとしたら、まず一旦ミネバについて行ってアクシズに同行。それから大君の意地であるシャアに同行し、アポリー、ロベルトのポジションで地球圏に帰還ブレックスとの下でユーゴに参加するのが一番幸せなルートだったと思う。ただアクシズに戻らずユーゴ参加って段になった時にミネバを見捨てられるかはわからない。結局のところ死にそびれて死地を求めてるってのも警告を受けると思うから。あ、バワー、クーで戦死しても多分それなりに満足しできたろう。それこそアクシズに逃げる味方の時間稼ぎできたら絶頂していったと思う。やっぱカブロのそそのかしは余計だったように見える。なんだかんだで好きよ。ガトーというかデラーズフリートは好き。愚かなテロリストとして見られたのも悪いことばかりじゃなくて、そこからさらに一段落して文字通りの意味で再評価されたことで、昔は単なるかっこいい武人、凄腕パイロット、ジオン残党勢力としての面ばかり強調して記号的に扱われることも多かったのが、未熟なところもかわいそうなところも悪いところも、それでもなおかっこいいところもあり得た他の可能性も含めた個人、若者、一兵士としての解像度というか深みのある評価もよく見かけるようになってるのは、個人的にいい流れだと感じる。最後満足して死んだのだけすっごい深い極まりないんだよね。信じてたものすべてがゴミみたいなもんで、自分がただの道化だったって噛み締めながら無様に生きてて欲しかったのに。ガトーなんてキャラが存在しなかったから無茶な話だけど、でもいいが、それ以上に若いのがこんなところで死ぬことないと、ドズルからミネバを守ってやってくれって一言があれば励み諭されることなかったのかなと。まあそれでもスペースの井戸のためと真っ当に活動するジオンの意地がいるエウーゴとミネバを区別にする劣悪な環境だが、守るためには離れることができないアクシズとの板挟みで苦悩しそうではある。自分の方がはるかに年上になったキャラだから思うことだけど、ガトーとバーニーとシローにはいろいろ理由はあるだろうけど、自分の命は大切にできないのと言ってやりたくなる。引き入れられるかどうかだけど、自分の命を大切にできたら兵士なんてやらんだろうからな。その辺は難しいよな。ガトーとシローは志願軍人だから祖国のためにってのがあるし、バーニーは徴兵組だけど自分が原因で部隊全滅とサイドが核攻撃されるってこと知って、その責任感があるし、ミネバについていけって人いるけど、あの時点のガトーがミネバの状態を知れる状態にあったのか、知ったのが、バワー、クー前なら軍人が勝手に離脱するわけにはいかないし、知ったのが、バワー、クー後ならアクシズまで行ける手段もないし不可能じゃね。勝手に戦場離脱してるハゲについて言ってる時点で誤差だろ。アナベル、ガトーってアナベル女性の名前。ガトー不都合で焼き菓子と聞いてだいぶ可愛い名前だったんだと思いました。ガトーにとってミネバザビとシャア大君の言葉ってどっちが重いんだろ大君か。ガトーの考える僕の考えた最高の武人は、皆を利用した時点でどうやったって傷はついてるので、作戦が成功しようとしこりが残る結末が確定してるんだよな。その辺にだいぶ自覚になってるのがリベリオンというか。すでに何度も言及されてるけど、視聴時の年齢で評価が変わる。結論的前頭棒ハゲが全部悪い。デラーズもガトーも子供の時はめちゃくちゃかっこよくてたまらなかったのに、今はシナクス艦長を尊敬してる。あいつも超絶アホなんだが。よりにもよってシナクスさんか、彼こそ声でごまかしてるキャラじゃないのか。
子供の頃は決断力があってみんなを引っ張っていくリーダーシップのある官庁だと思ってたから1の言いたいことも正直わかる。ただ社会人になってから見直すと、ほうれん草を怠る上に独断専行するやべえやつって認識が180度変わったけど、全方向に迷惑かける悪の字音声人だからなこいつら。その前に加藤と逆に極めてまともな行動をしていたのに、作中で悪役みたいな扱いをされた上に味方のはずの主人公に殺されたシーマ様を拾ってあげて、そうなるだけの理由があったというだけで、常に相手を小馬鹿にした態度な上に前方くらい裏切って漁夫の利を得ようとしてたシーマは間違いなく悪役だよ。手ぶらじゃ連邦に売り込めないって事情があったにせよ、デラーズの誘いに乗ってテロやってる時点でまともでもなんでもないんだよ。壊れば裏切るなんて人材は投稿先でも信用されないだろうし、甲に落とされなくてもどの道ろくな末路にはならなかったろうよ。そうやって好きなものを増やしてく人間の方が成長してると言えるような、アニメキャラの属性だけ見て叩いて僕ちゃん成長したお、とか言ってるやからはそんな自分がどう見えるか少しは考えた方がいいと思うんだよな。当時ジオンに人やマイクラでいたであろう連邦への不満から過激思想にのめり込んだ若者にたまたまモビルスーツ操縦の才能があっただけの人。なんか一周回って流されやすい若者だったんだなって評価になってきてる気がする。カルトにハマる若者。カスペン大佐に出会っていれば。まあそこを抜けたら根なしそうになる立場の20歳前後の若い子でデラーズに拾われたところから本編までの流れの中で、流れに逆らってわしゃ一抜けたできるのがどれだけいるかと思うとことさら流されやすいとも言えないのかなって。同じ武人ならノリスの方が好き。スパロボデバーニーに説得されるところ含めて。ノリスでさえスペースの井戸の連邦兵が存在してる。ジオンが初戦でスペースの井戸を虐殺しまくってのにことを理解できないあたり、ジオニストの呪いは深いなぁと思う。本来なら直属の上官あたりがぶん殴ってでも止めなきゃならないところを、イデオロギーの戦士に拾われて裏街道を突っ走ったって感じがする。でも、当人の性格的には友と仲間のために死に花を咲かせて嬉しかっただろうな。